キリスト教、キリスト教、キリスト教、キリスト教は、ナザレのイエスをキリスト、救い主として信じる宗教。イエスキリストが、神の国の福音を説き、罪ある人間を救済するために、自ら十字架にかけられ、復活したものと信じる。その多く、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、聖教会、東方諸教会などは、父なる神と、その子キリスト、 精霊を唯一の神、三位一体、至る生産者として信仰する。世界における信者数は22億人を超えており、全ての宗教の中で最も多い。キリスト教はユダヤ教の一派として始まった。イエスの死後、弟子たちはイエスの教えを当時のローマ世界へと広めていった。詳細は教派及びキリスト教書教派の一覧を参照をここでは、 キリスト教の主だった教派を紹介するに止める。キリスト教はその歴史とともに様々な教派に分かれており、現在は概ね次のように分類されている。東方教会には東方諸教会と聖教会がある。東方諸教会はキリスト論の理解が他の教派とは異なる。キリスト教における教えの源泉は教派によって共通するものと異なるものとがある。 全教派、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、聖教会、非、カルケドン派、アナバプテストに共通する教えは、聖書、旧約聖書、新約聖書である。しかしながら、聖書以外に、教えの源泉を認めるかどうかについては教派ごとに、違いがある。正教会、非、カルケドンは、カトリック教会、聖公会は聖伝、聖伝とは言わず、 伝統王とのみ言う場合もあるを認める。カトリック教会では、聖書と聖伝が教えの共通の源泉であるとされ、聖伝は聖書と同じ謙遜と敬意を持って尊敬されるべきもの、とされる。聖教会でも、聖書と聖伝と述べられることはあるが、むしろ、聖伝がただ一つの源泉であり、聖伝の中に聖書が含まれるのであり、分離や対比は、両者の価値を源じるとし、 聖伝の中に聖書という捉え方もされる。聖伝を認める教会の場合、教会の中にあるすべてのものが聖伝とされるのではない。カトリック教会では人たちに由来する聖伝と神学、起きて、天礼、新人上の諸伝章が区別される。諸伝章の中から異なる場所、異なる時代にも適応した表現を大伝章、聖伝が受け取り、その大伝章に称号され、 教会の共同権の指導の下で、諸伝承は維持、修正、放棄される。正教会では、天上の永遠なる神の国に属する真の、聖伝と地上の人間的な暫定的な単なる伝統が区別される。一方、プロテスタントには、聖伝、伝統、伝承を認める者と認めない者とがいる。プロテスタントは、様々な教派の総称であり、内実は様々である。 前者を表す、宗教改革の原則の一つに、聖書のみがある。ただし、聖書に優越する、あるいは並び立つ、内視聖書を包含するといった意味での聖伝、伝統を認めないプロテスタントであっても、宗教改革の伝統、改革派教会の伝統といった用語が、プロテスタントで使われる場合はある。二階アコンスタンティノポリス新庄は、381年に、 第一コンスタンティノポリス公会議で定められたキリスト教の信条、教えを要約した提携文である。東方教会と西方教会のいずれでも最も広く普遍的に共通して使われる信条である。ニカヤ信条、ニケヤ信条、ニケヤ信条、信条とも呼ばれる。一方、西方教会では広く使われている首都信条は、 東方教会はその内容は否定しないものの、信条としては使っていない。このため、東西教会の両方に研究する、本記事では、ニカヤコンスタンティノポリス信条を骨格としつつも、必要な箇所では、使徒信条の内容も必要に応じて補足して、信仰内容を諸実する。なお、西方教会の一角を占める、プロテスタント諸教派の間では、 信条の使用に際があり、ルーテル教会、改革派教会、メソジストは、ニカイア・コンスタンティノポリス信条を使用するが、バプティスト教会では、信条の使用自体に議論が発生する。しかし、バプティスト教会内にも、信条の強制は否定するものの、その使用の意義は認める見解も存在する。ニカヤコンスタンティノポリス心条は、そして、首都心条も、父、子、 聖霊の順に、三位一体について言及している。キリスト教において、神は一つであり、かつ父、子、聖霊、精神と呼ばれる三つの威嚇があるとされる。このことから、キリスト教において、神は三位一体、聖教会ではイタリー生産者と呼ばれる、類は、こうした理解をする教理を三位一体と呼ぶ。父、子、聖霊のうち、子が、受肉、赤味して、 誠の神、誠の人、新人となったのがイエス・キリストであるとされる。三位一体論が難解であることは、キリスト教会においても前提となっている。例えばカトリック教会においては、神は自身が三位一体であることを掲示、暗示してきたが、神自身が三位一体であることは、理性のみでは知り得ないだけでなく、神の御子の受肉と精霊の派遣以前には、 イスラエルの民の信仰でも知り得なかった神秘であると、される。正教会においては、三つが一つであり、一つが三つというのは、理解を超えていることとし、三位一体についても、理解する対象ではなく、信じる対象としての神秘であると強調される。難解な三位一体論を説明するにあたり、いわゆる正当派における三位一体論ではないものを、説明する、いわば消去法のような形で、 いわゆる正統派における三位一体論に接近する手がある。キリスト教の聖典、聖書には、ユダヤ教から受け継いだ、旧約聖書と、キリスト教独自の聖典である、新約聖書がある。旧約、新約という名称は、前者が神と人間との間に結ばれた旧、大の契約であり、それに対して後者がキリストにより神と神他に結ばれた契約であるとみなしていることによる。 新約聖書は以下の文書群を含んでいる。これらの文書群は1世紀から2世紀頃にかけて書かれ、4世紀中頃にほぼ現在の形に編纂されたと考えるものが多い。聖書に属すると認められている文書群を聖書聖典と呼ぶが、どこまでを聖典とみなすかには教派ごとに差がある。教派ごとの詳細な聖典一覧はお参照。新約聖書に関しては、 聖典の範囲に、教派ごとの差がほとんどなく、カトリック、プロテスタント、東方聖教会、ほとんどの東方諸教会が、同一の二十七章を聖典とする。一方、旧約聖書に関しては教派ごとの移動が激しい。プロテスタント三十九章よりもカトリック四十六章の方が、多くの文章を含み、カトリックよりも東方聖教会五十一章や、 東方諸教会の方が多くの文書含む。プロテスタントがカトリックよりも文書数が少ないのはカトリックが使っていた旧約の文書のうちヘブライ語で書かれたもののみを聖典と認めたことによる。こうした理由により、プロテスタントの旧約聖書に含まれている文書はユダヤ教の聖典であるとナハに含まれる文書と同じである。各教派において、 聖書聖典に含まれなかった文書群を第二聖典、続編、外典、偽典等と称するが、これらが示す範囲は言葉ごとに異なる。教派により使用する用語には以下のような対応がある。ただし教派ごとの教義の違いがあるため、完全に対応しているわけではない。キリスト教は世界で最大の信者を要する宗教であり、 2002年の集計の信者数は下記の通りである。同じ集計によれば他の宗教の信者数は下記の通りである。なお、ここで言うキリスト教信者とは、洗礼を受ける、投稿式に信者と認められたものの意で、必ずしも積極的に信者として活動しているものを意味しない。日本のキリスト教徒は少なく、G8 の国々の中で人口構成上キリスト教徒が、 多数派でない国は日本だけである。神道が約1億600万人、仏教が約9、200万人の信者数を誇るのに対し、キリスト教の信徒数は約260万人程度であり、人口比では明治維新以後に1%を超えたことはない。日本におけるカトリック信の人口比率は0.3%程度であるが、長崎県では約4%である。 なお、日本では、行政や文化政策において、国民の信仰が何であるかということは、重要視されていないため、詳細な統計は行われたことがない。そのため、キリスト教徒に限らず、神道、仏教なども含めて、日本国内における、全宗教の正確な信徒の数は不明である。実際、これらの信徒の数を単純に合計すると、日本の人口をはるかに超えるが、これは、 各宗教団体による自己申告の数値に基づいており、また一人が複数の宗教に帰属することによる重複があることも一つの要因と考えられる日本の宗教国民と宗教を参照。中世のヨーロッパにおいて大規模な建築は教会や修道院に限られたために、ある時期までのヨーロッパ建築史は教会建築史に重ねられる。特に11世紀より、 ロマネスク様式、12世紀末より、ゴシック様式、15世紀からは、ルネサンス様式の大聖堂が、ヨーロッパ各地で盛んに建造された。神の家を視覚化した、壮麗な建築は見るものを圧倒する。それらは、教会として使用されつつ、各都市のシンボルとして保存され、ヨーロッパ都市の原風景の一部となっている。さらに、キリスト教の教会に由来する共同体概念。 とりわけヘプロテスタントの理念である、見えざる教会は、バウハウスなど、近代建築にも影響を与えた。バルター・グロピウスは、バウハウスの雑誌の表紙に教会を表した、自作の版画を添え、見えざる教会が、バウハウス運動の理念でもあると語っている。東欧では、ビサンティン建築が、独自の発展を遂げたが、近現代に至って、新古典主義の影響を西欧から、 若干受けている。初期キリスト教美術は、ローマ美術をもとに始まったが、やがて写実性より、精神性などを重視するようになり、様式化が進んだ。中世西ヨーロッパでは、キリスト教は、美術の最大の需要を生み出していたエル。上記の聖堂には、聖人の肖像画や聖伝を描いた壁画や絵が、窓にはめ込まれた、ステンドグラス、製造、 祭壇や様々な制具類が備えられた。また祈祷者などの写本への差し絵も描かれた。これらはヨーロッパ美術史の中でも重要な位置を占める。一方、ローマ帝国時代に盛んだった室内装飾などの世俗美術は中世初期には一旦廃れた。しかし、12世紀頃より古典古代への関心が復活、12世紀ルネサンスするとともに、 異教のテーマに付いた絵画が現れ始め、13世紀後半から公然と描かれるようになった。例えば、ボッティチェッリ、ビーナスの誕生。そして西ヨーロッパにおいては、世俗の美術がキリスト教美術を量的に圧倒するようになっただけではなく、その様式が宗教がに逆に取り入れられるようにもなった。対して、東方教会では、イコン、製造の規範性を重んじ、 古来の型を保つことを競技の一部としたため、教会美術は時代による変化をあまりこむらなかった。しかし、ルネザンス以後の西方美術は東方にも影響を与え、特に18世紀以降、ロシアを中心に、印象派風の筆致を持ちやや写実的な製造表現も行われた。また、近世以降は、ビクトル・バスネツオフなどのように、イコンから離れた美術の領域で、 聖教会の題材を用いる芸術家も現れた。キリスト教会では、天礼での必要上、独特の教会音楽を発展させた。聖句を栄奏するための節回しが、かなり早い時期に規定された。皇帝アクセントを持つギリシア語を公用語とした、ギリシア教会で、8種類からなる教会戦法が整備され、陰文で書かれたべての祈祷文を、そのどれかに当てはめて、 歌うことができるシステムが確立した。これは、ラテン協会にも影響を与え、後者は今日、グレゴリオ聖歌として知られている。グレゴリオ聖歌は単旋律、モノフォーニーであるが、旧世紀頃には、これにオルガノム成分を加えた、複旋律、ポリフォーニーが現れる。同時に、それまでは交渉されていた旋律を正確に記録するための楽譜が考案され、理論化が行われるようになる。 教会音楽とは、神の国の秩序をとでも法するものであり、理想的で正確に記述されるべきものという信念が背景にあったと考えられているのだが、これらが五千譜を用いた寄付法、家政法や大理法などの音楽理論へと発展していくことになる。教会の外部にも世俗的な音楽がヨーロッパに存在していたことは、確かなことではあるが、寄付法と理論を兼ね揃えた。 教会音楽は後世への影響力という点では圧倒的に優勢であった。14世紀頃よりこうした教会の音楽理論が世俗音楽へ流れ始め、やがて教会の外で西洋音楽は発展していくことになる。作曲家でいえば16世紀に単位法、ポリフォニーにおいてイタリアのパレストリーナやスペインのビクトリアといった王家が現れた。しかし、 バッハやヘンデルーまでは、教会音楽が作曲活動の中で重要な位置を占めていたが、それ以降は、教会音楽の比率は小さいものとなる。とはいえミサ曲やレクイエムは、ベルリオーズやブルックナーをはじめとした数々の作曲家にとって重要なテーマであり続けたし、キリスト教関連のテーマを使った曲はその後も続いていく。また、器楽曲では、西方教会では、 パイプオルガンが好んで用いられ、各地域で優れた大型のオルガンへの需要を生み出した。ヨーロッパでは16世紀、17世紀に建造をされたオルガンが補修を受けなが、現在も使われていることが多い。また20世紀に入ると、アメリカのアフリカ系市民の間で歌われていた、賛美歌、ゴスペルが、レイチャールズなどの手によって、ポップミュージックに導入された。一方で、 古学への一般的な関心の高まりをも反映して、グレゴリオ聖歌などの古い宗教曲が意識的に聞かれるようになり、教会戦法の要素を取り入れる、作曲家なども見られる。一方、器学の使用を原則として禁じた聖教会においては、東ローマ帝国地域でビサンティン聖歌が独自の発展を遂げた。聖教が伝播したロシアではビサンティン聖歌に、 ロシア固有の要素を取り入れた、ズナメニ聖火と言われる無伴奏性学局が発達した。ビサンティン聖火もズナメニ聖火も四千符もしくは五千符を、モチーズ、それぞれ、ネウマとクルキーと呼ばれる寄付法を保持している。18世紀以降になると西方との交流によって、イタリア的要素を取り入れた宗教局が作られ、19世紀初頭にはロシアで、ボルトニャンスキーが活躍。 チャイコフスキーや、リムスキーイコール、コルサコフといった作曲家たちを生み出す土壌となった。聖教会聖歌では、ラフマニノフの、鉄屋が有名であり、聖歌を専門にした作曲家では、アルハンゲルスキー著名であるが、ブルガリアのフリストフやセルビアのフリスティッチ、エストニアのペルトも、聖教会聖歌を作曲するなど、その発展はロシアに限定されず、 東欧全域に及んでいる。また、西欧的な要素を取り入れつつも新たな伝統復興を模索する動きが19世紀後半から、聖教会では行われていたが、共産主義政権の弾圧による研究の中断があったものの、共産主義政権の崩壊後にそうした復興運動は再活性化を見せている。中世のキリスト教文化の中では、聖人伝という形で、 多くの民間説話が語られて流通した。それらの多くは、ボラギネの黄金伝説13世紀の中に収められており、後のヨーロッパ文学に大きな影響を与えている。また、キリスト教の聖典自体が物語を豊富に用しており、旧約聖書の創世紀、ノアの箱舟、モーセのデイエジプト、死主たちの年代記、そして教義の根幹を支える。 福音書の受難物語名は文学者たちにインスピレーションを与え続けてきた。ジョン・ミルトンの失楽園、オスカー・ワイルドのサロメなどが有名であるが、プロットの借用という程度であれば、日本のライノベルに至るまで多くの分野に影響は及んでいる。キリスト教師層に真っ向から取り組んだ作品としては、フランシスコ界の進学を参照しつつ、 キリスト教的世界像を提出するダンテの新曲、悪魔と契約を結んだ知識人が最後に救済されるゲーテ、ファウスト、キリストと異端審問官とを対決させたドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、大審問官の章などが有名である。また、アウグスティヌスやイグナティウス・ロヨラなどの告白録は自己内政で構成される告白文学という形式が 西ヨーロッパで成立するにあたり大きな影響を与えた。西ヨーロッパ中世ではリベラルアーツ自由な中を統括する学問として哲学は尊重されたが、キリスト教の秩序の中では哲学は進学の女、ハシタメ・ペトルス・ダミアに出会った。十一世紀頃より西ヨーロッパではスコラ学が交流し学問的方法論が整備されて哲学は キリスト教の枠内であるに西を発展する。アラビア語から翻訳されて、ヨーロッパに紹介されたアリストテレス学をキリスト教神学に融合させたトマスワクイナスの業績はことに有名である。すでにイスラム世界で行われていたイスラム教学とアリストテレス哲学の整合性と融合に関する議論に多く、そのを求められるとしても、 彼が作り上げた壮大な神学体系は、四人の追従を許していない。また、普遍概念は実在するのか、実年論、名前だけなのか、有名論を争った普遍論争など、哲学史に残る重要な議論がこの時代に行われている。15世紀頃より、人文主義者たちは、スコラ哲学を旧兵として敵視し、キリスト教の枠から離れて、思想を展開していくことになるが、 キリスト教社会で長年にわたって重ねられてきた一神教的二元論世界観にヨーロッパ社会は長く拘束された。ガリレオ裁判には様々な解釈があるが宗教裁判の判決が有罪で科学者が迫害された事実がある以上、キリスト教は科学の発展を阻害したのである。ガリレオ死後350年くらい経って教皇は間違いと認めたが遅すぎる。 人間には好奇心と思考と生活改善の欲求がある。これらが科学の原動力になった。科学には間違い定性機能があるが、キリスト教にはない。全然違うのだ。キリスト教の中心はイエスの復活であるが、科学的に考えれば死は不可逆変化であるから、復活はありえない。キリスト教は非科学的である。キリスト教の洗礼を受けた科学者が存在するが、 どの程度信じているかは心の中の問題なので他人には分からない。人間は本心と違うことを言ったり実行することもあるのだ。医療、病院のルーツの多くが修道院にある。旅人を宿泊させる巡礼者を歓待する修道院、巡礼協会を言うホスピスが癌で余命幾くばくもない人が最後の時間を心安く過ごすための施設、ホスピスに転嫁したこと。 反対する、が、病院、の語源でもあることはあまり知られていない。修道院で、リキュール、薬草種として発達した面もあるが製造されているのもこうした医療行為に由来し、今日でも多くのリキュールワインビールといったアルコール類が一部の修道院で醸されている。ワインは、ミサ、生産式、生態礼儀用でもある。これらの種類の中には、 シャルトリューズなど有名なブランドとなっているものも珍しくない。また、アイプスカイといったキリスト教の教義を一部採用した友愛団体も存在する。キリスト教は独自の天礼歴を用いて教義に基づく、祭礼を行い、またそれによって信者の生活を規定するが、一方で各地の習俗と融合した教義と無関係な慣習も多く見られる。以下に、現代の日本で、 キリスト教に基づくものと一般に理解されている習俗を取り上げキリスト教との関係などを外説するが、この他にも日本では一般的ではない習俗は多数存在しており、クリスマス前のアドベント、町公設、高原祭、社肉祭、カーニバル、灰の水曜日、枝の手術、聖、枝祭り、ペンテコステ、精霊降臨祭、大勢の成人の祝日や記念日、 私純説、大時や曜日を定めての節制などがある。これらに関しては、教会歴を参照されたい。クリスマス、高誕祭は、イエス・キリストの生誕を祝う記念日であるが、イエスの誕生日は知られていない。ローマ帝国時代、ミトラ教の当時の祭りが、キリスト教に取り入れられたと考えられてい。この祭りは、西法で始まり、12月25日に行われた。一方、 東方では、元来、キリストの生誕は、先例と共に1月6日に祝われていたが、4世紀には、次第に12月25日が生誕を祝う日として、定着していい。ヨハネスクリソストモスは12月25日をクリスマスと、することを指示した386年の説教で、この祭りを、ローマの習慣であるとし、アンティオキアでは10年前から始まったとしている。また、 クリスマスに付随する習俗の多くは、キリスト教の教義とは無関係であり、キリスト教が布教されるにあたって、土着の習俗を飲み込んでいったことを物語る。例えば、クリスマスツリーを飾る習慣は15世紀に南ドイツで現れ、ハノーバーサと共にイギリスに渡り、そこからキリスト教社会に広がったものである。サンタクロースは、聖ニコラスの伝説や、 イギリスのの伝承などを使って、ニューヨークの百貨店が19世紀に作り上げ、世界中に広まったキャラクターである。復活祭、イースター、復活大祭、パス派は、イエス・キリストの復活を祝うキリスト教祭大の祝祭日であり、かつ最も古く成立した祭りの一つであるが、西方教会における現在の習慣には、ゲルマン民族の春の祭りの影響が指摘されている。 色をつけた卵、イースターエッグを配るなどの習俗がそれに該当する。なおユダヤ教の杉越にも、ゆで卵を食べる習慣があり、塩水に入れた卵を航海を渡る、ユダヤ人に見立てる、ゆで卵の習慣は、ユダヤ由来であるとする説もある。宗教改革以前から存在する教会では、婚姻は七つの秘跡、機密のうちの一つとして位置づけられている。世俗婚とは別に、 同教派の信者同士の結婚式は、教会の天礼として行われる。結婚する当事者の片方あるいは両方が信者でない。場合、カトリック教会では、天礼は略式化され、東方教会、正教会では、法神令の執行そのものを拒否される場合がある。非信者同士の結婚式を引き受けるかどうかは、教派、教会によって異なり、 キリスト教に触れる良い機会であるとして受け入れる立場と、それは、教会や、聖職者の仕事ではないとして受け入れない率が、両方存在する。プロテスタントにおける結婚は、カトリックの秘跡に相当する精霊点には含まれない。そのため、精霊点執行資格のない伝道師など、会教職でもこれを行うことができる。ただし、人生の節目であることに違いはなく、 新たに結婚する二人を祝福する。キリスト教式の結婚式では、誓いのキスが必須であると思われることが時にあるが、西方教会主要教派の典礼は、基本的にそのようなものを含まないことが多い。ただし、正教会では、婚廃機密の最後にキスをする。現代の日本では、結婚式をキリスト教のスタイルで行うことが盛んになっており、 結婚式場などに併設されたチャペルで派遣業者から、斡旋された牧師の下に指式されることが多い。そういった指式者の資格やそうやって行われた結婚式の有効性についての議論も存在する。西方協会地域の一部には、男女の愛の誓いの日として2月14日に親し,し、男女間で贈り物をする習慣がある。これも、キリスト教の教義には根拠がなく、 もともとは、ローマ帝国時代の女神ユノの祝日が源であり、それが後になって、純教成人のバレンタインに結びつけられたのだろうと言われている。日本には、聖菓会社が、盛んにプロモーションを行って女性から男性へ、チョコレートを送る習慣が定着したが、1990年代頃から他の業界も、積極的に販売政策に利用するようになってきている。 俳句の季語に取り入れられるほどに馴染みのある行事となっているが、これもまた、キリスト教の教義には根拠がない。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、イスラームは唯一神信仰を持ち、聖典の一部を共有していることから、アブラハムの宗教として、類縁関係を強調されることがある。他に、ミトラ教、マニ教などとの関係も宗教学、 歴史学などで研究されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。